ました。ヨルダン2日目は、ペトラです。赤羽から乗り合いバスに乗って、来たんですけれども、まあ、約1000円ぐらいで、来ることができました。7ディルハムですね。まあ、1時間に1本かなと思ってて、まあ、例えば11時、12時とか、まあ、そういう時間帯だと思って、適当に、まあ、20分、30分ぐらい近くのカフェでお茶飲んで待とうかなと思ったら、いきなり走っているバスに、お前ペトラかみたいな言われて、もう乗れみたいな、でいきなり乗って、到着した感じです。2時間ぐらいかかったかなと思うんですけども、途中なんかいきなり急ブレーキ踏んで、もうまた事故かなとか思ったんですけど、ラクダが横切ってラクダにぶつかりそうになったりとかしてました。はい、それではですね、初めてこっちに来てから初めてミントのこっちの伝統っぽいんですかね、スタイルのお茶を飲みたいと思います。はい、ヨルダンのスタイルのお茶を注文しました。特徴はやはり結構濃いめの紅茶にたっぷりのミント入っています。爽やかで飲みやすいですね。基本めちゃくちゃ砂糖入れられてるっていう話だったんで、あんま普段コーヒーもブラックしか飲まないので、砂糖はあんま入れない、全く入れないんですけど、良かったです。自分でセルフで入れれるようにしてくれてました。甘いヨルダンのお菓子と一緒にミントティーを飲んでいます。いよいよ今日の夜からペトラ遺跡に行きます。ペトラ初日ですけど、今日から、今日明日もう一泊3日ぐらいペトラに滞在しようかなと思ってるんですけども、なのでというのもですね、まあ、旅の当初は、ダハブという、まあ、リゾート地というか海が綺麗なところで3、4日、ちょっと骨休めをしようかなというプランだったんですけども、まあ、ビザの関係やもろもろのシチュエーション的にちょっと変更しようかなと思い切って変更しました。ちょっと滞在に、余裕、日程に余裕ができたっていうのもありますし、あとペトラ自体が実はもう想像してたよりもかなり大きい、広いで、もう1日12時間歩くコースとかも最長ではあるとか、まあ、トレッキングができるということだったんで、まあ、時間に余裕を持って、たっぷりとトレッキングなども楽しもうかなと思います。まあ、なので今日はですね、初日、到着して、ペトラナイトを見て、それまではちゃんと体力を回復させて、明日からの本格的なトレッキングに臨みたいなと思っています。うん、うん、美味しい。いよいよこれからペトラナイトです。バレンタインインの食堂は外ですけども、非常に見晴らしも良くてですね、食事もかなり充実している、大満足です。はい、これで一泊夜と朝がついて2400円ぐらいかな。もうありえないですね、こんななんか感じになってますけど、雰囲気あります。宿泊客もすごく少ないので、ゆったり過ごせていいです。ペトラの街並みです。
はい、ペトラナイトのハイライトです。伝統音楽の、演奏2曲が終わって、このようにライトアップでアルカズネをみんなが撮影しています。思い思いの場所で思い思いの、スタイルで写真を見ながら撮って楽しんでます。